バルト・スタディオンはドイツのヘッセン州フライクフルト・アム・マインにあるスタジアム。地元サッカークラブのアイントラハとフランクフルトがホームグラウンドとして使用している。文字通り、フランクフルト市街地から見て南西の森の中に位置している競技場で周辺にはスイミングプールやテニスコートなどのスポーツ施設が隣接している。かつては陸上競技等も開催できる。 多目的スタジアムであったが、2006FIFA ワールドカップの会場に指定されてから既存のスタジアムを部分的に取り壊しながら建て替える工事を行い、2005年10月に球技専用スタジアムとしてリニューアルをオープンした。ベルリンオリンピアスタディオンやラインエネルギースタディオンの設計を手掛けたゲルカン、マルクパートナーとアリアンツアレーナの建設に関わったマックスベーグルが設計し、 ワールドカップが開催されたスタジアムでは、ゲルゼンキルヒエンにあるアレナ・アウフシャルケと同様に屋根を閉じることができる構造となっている。サッカーの国際大会では 2006FIFA ワールドカップの他にも 1974FIFA ワールドカップや UEFA 欧州選手権 1988FIFA コンフェデレーションズカップ 20052011FIFA 女子ワールドカップの会場として使用されている。 中でもコンフェデレーションズカップと女子ワールドカップでは決勝戦が当地で開催され女子ワールドカップ決勝戦では日本がアメリカに PK 戦までも連れた末勝利し初優勝を果たした2005年に地元のコメルツ銀行が命名権を獲得したため同年よりコメルツバンクアレーナと解消されているただし FIFA 主催サッカー国際試合開催時は フィファ認定の公式パートナーサプライヤー以外の企業名露出が禁止されているため名称が変更される。2006フィファワールドカップの期間中はフィファベルトマイスターシャフトスタディオンフランクフルトという名称が2011フィファ女子ワールドカップでもフィファフラウエンベルトマイスターシャフトスタディオンフランクフルトという名称が使用された。ありがとうございます。